12月20日モーニングショットをお届けしたいと思います。本日ドル円ですが144円台1020で売りから、144-45にストップを置いて143-5545を買い戻しのイメージを作りました。もともと8575ぐらいで利食いかなというふうに考えていたんですけど、ちょっと売り気が強いので、少し利食いを下げました。利食いの差し値は55に置いております。ユーロドル、すいません、143-55で考えております。今日やっぱり差し値は全て置きませんので、実際差し値は入れておりません。ユーロドル 1.0990、 1.10 ちょうどで売りから、 1.1020 ストップ、 1.096050 利食い。ユーロ円157円の95、158円の05で売り、158の35ストップ、157円の5545利食い。ポンド円、183円の3040売りから、183の65でストップ、182円の5040利食い。タイドルは 1.275060 売り、 1.2780 ストップ、 1.26の7060 利食い。オージー円、97の4050売りから、97の75でストップ、96円の7060利食い。タイドル 0.677080 売り、0.68 ちょうどでストップ、 0.673020 利食い。ニュージー円ですが、これは押し目の買いから、89-8070買い、89-50ストップ、90円の3040利食い。タイドル 0.624030 買い、0.6210 ストップ、 0.628090 利食いのイメージを作っております。今ドル円の方が95近辺まで、これはね、買い戻しが入りました。なんか動きとしては朝方144-0970まで上がったところから、まあにわかには売りが強くなって、まあ中値終わったところぐらいからですかね、売りが強くなって、中値前か、これ9時50分ぐらいからだけど中値前ですね。で144円割り込んできて、そこから売りが出て721まで下落で、その後今949-95まで戻しました。まああんまり143円台売りたくないので、4円台の戻り売りを待ってみたいと、そのように思います。本日もまた何かお取引ございましたら、ぜひよろしくどうぞお願い申し上げます。簡単でございますが、モーニングショットこれで終了です。